冷蔵についてあるんですけども、表面をきれいに塩抜きして、それで水気を抜いてですね、それで、ラップにして保存すると、これ両方とも5日ぐらい経ったチーズなんですけども、こういうふうに柔らかいままなんですね、右側の方は。ところがラップせずにそのまま冷蔵庫に入れてしまうと、練り込まれた塩分が強いものですから、すぐにこういうふうにカッチンカッチンになってしまうんですよ。これもフォークも刺さんないんですけど、こんな感じになってしまうので、保存するときはラップでお願いします。でも結構これ練り込まれた塩分が強いもんですから、それで例えば1週間2週間ぐらいで保存して悪くなるってことはないですから、柔らかいままですけどね。こんな感じで、アルミチーズの製法についてなんですけども、モッツァレラなどのチーズともう途中までの工程は大体同じなんです。しかしちょっとアルミが違っているのはですね、ここからなんですけども、一旦カードを固めてですね、ホエーと分離しますよね。それで今度はこのホエーの中でこのカードをグツグツと煮るわけなんです。で、ここに書いてあるのあるんですけど、30から40もね、煮るわけです。30-40 minutes。 それでその温度はですね、190から 195F ですから、摂氏直すと、88度から91度も煮るわけです。そうするとこれの中でこのカードがだん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 浮き上がってくるんですよね。でそれを浮き上がってきた段階でもそこで一旦取り出して、今度はソルティングするわけですよ。塩を練り込むわけですね、表面に。で今度は保存のためにまた塩水に保存をするわけなんですよ。だから塩辛いわけですよね。で減塩タイプといえどもですね、保存する塩水の濃度っていうのは変わんないっていうか、逆にちょっと濃いめにしてあったりするので、日本人にとってはですね、非常に塩辛いチーズなんですよ。だからこれ絶対に塩抜きしないと多分受け入れられないと思うんですよね。これハローミで Google の画像検索をした結果なんですけども、見ていただければ分かりますけど、この全部ハルミチーズの表面にこう横棒が、このグリルパンの突起の部分のあの辺についてますよね。これ全部そうですよね。ほとんどの写真がこうやってグリルパンの跡ついてますよね。でなぜこうやってグリルして食するかということなんですけど、それやっぱり理由があってですね、塩水と紫外線の乳脂肪がですね、加熱するとですね、塩水と分離して、塩水の方が乳脂肪より多いもんですから下に落ちるわけですよ。塩水がこの溝の中に落ちるわけですよね。そうすると、自然に塩が抜けてですね、噛み応えもキュッキュッキュッというような噛み応えになって、なんかちょっとそれもちょっとふっくらした感じになって非常に美味しいんですよね。でだからこうやってグリルして食べるというのが一般的です。で、これなんかね、パッケージなんですけど、こうやって畳がついてますよね。でフライパンで焼くときはですね、そのまま焼かずにオリーブオイルでフライにするみたいですね。
これもやはりオリーブオイルが塩気吸ってくれるってことだと思うんですけども、ね、そうですよね。これはフライパンだと思うんですけど、ちょっと衣つけてフライにするんですよね。でもそうですよね、まあ、これはオリーブパンかな。でなんかフライにしてますよね。小麦粉つけて、これもそうですよね。そういう食べ方もあります。まあでも主流はやっぱりこうやってグリルパンで焼くということで、それが一番おいしいと思います。でまあこのパッケージなんかでもこうグリルパンの後全部ついてますよね。コーヒーに焼いてくださいってことですよね。でこれ一気に生で食べてもいいんですけど、とにかく塩があるので結構僕も最初の頃は知らずにバクバク食べてたら、もう塩だけでお腹痛くなったりしましたね。もうやはり焼かないとやっぱり美味しくないですよね。だそのままでもきちんと塩抜いてやればそのままでも美味しいですけどね。